井野防衛副大臣は法務政務官を務めていた当時、旧統一教会の関係者を法務省内の政務官室に招き入れていたとの指摘を否定しないとした上で、今後は一切関係を持たないと強調しました。続きを読む衆議院法務委員会で共産党の本村紳士氏は、井野防衛副大臣は後援会のメンバーとして旧統一教会関係者を法務省や政務官室に招き入れていたと一部で報道されている。極めて重大だと述べ、事実関係を正しました。これについて井野副大臣は、記録はなかったが、一般的に地元の支持者から要請があった場合には、法務省見学や懇談の場を持つことはあった。後援会のメンバーの方が法務省に来たことは否定しないと述べました。その上で、今後は一切関係を持たないと強調しました。また、この後援会を解散したのかを問われたのに対し、後援会の会長には今後関係を持てないので解散してほしいと申し上げているが、その後どうなったかの確認はまだ来てないと述べました。